こんにちは、島田です。今回は肩が硬くなってしまう意外な原因と手を前から上に上げようとするときに途中で引っかかってしまうときの対策についてお話をしていきます先日お会いした方からこんなご相談いただいたんですね手を前から上に上げようとすると途中で肩が引っかかってしまってそれ以上上に上げられないこれってもしかして五十肩ですか っていうふうに聞かれました。実際見せていただくと、手をね、前から万歳のように上げようとすると、顔を越えたあたりで腕の動きが止まってしまって、あの肩がそれ以上動かないような感じになってたんですね。特に痛みはないんですけれども、あのカチッと固まってしまって、それ以上上に動かせない感じで、上げようとすると、肩甲骨と顔がこう近づく感じになるので、首が縮まってしまうような感じでしたね。 で、これ、五十肩なのかっていうと、今回のケースではそうではありませんでした。一応、横からは上げれたので、あのいわゆる五十肩ではなかったんですね。五十肩の場合は、前からだけじゃなくて、横でも後ろでも、どの方向でも肩の動き制限されたり、痛みが出たりするんですけれども、今回そういったあの状態は見られなかったということですね。じゃあ、なんでこれ手が上に上げられないのか。 どういうことかっていうと手を前から上に向かってあげるときにその勢いで骨盤が後傾してしまってたんですねそのせいで手を上に前から上に向かってあげようとすると太ももが前に移動してしまって膝が曲がっていたんですよご本人気づかないレベルなんですけれども膝裏が伸びないような状態になってたんですね それで股関節がこの上半身を支える部分が緩んでしまってですね骨盤が不安定な状態だったんですで骨盤が不安定だと手を上に上げようとした時に脇が縮んでしまったり背中が伸びなくなってしまうんですねこう猫背のように丸くなるような感じですで似たような条件どんな感じかっていうとこんな感じであの背中丸めて座った状態で手を万歳 前かから上げるるるような感じでででですすすこれれやっていただくとはわんですけれども途中で肩の動き止まるはずです手を耳よりも上とか顔より上に上げようとしたらどうしてもね背中の伸びが必要になるんですね。なので今回のケースでも例えば膝が伸びたまま足を後ろに引くだけでこれらの問題連鎖が防げるので手は上に上げやすくなります。 この方の場合もすねの位置を固定したりとか股関節がぶれないように固定することによって手が上げやすくなりましたでもここまでの話を聞いてとはいえ毎回手を上に上げるときにあの足を後ろに引いてやるわけにいかないよねっていうふうに思った方いると思います確かにその通りなんですねなので今回はそういう状態にそもそもならないように対策を2つ紹介します 一つは背中と脇を伸ばす方法ですね。でもう一つは膝裏を伸ばして骨盤がぐらぐら揺れない不安定な状態にならないようにするっていう方法です。二つ続けてご紹介していきます。まず一つ目の対策は背中と脇を伸ばす方法です。場所的にも肩に近いのでこの辺りを伸ばすことによって肩の動き良くなるよって言われたらまあそうかなっていうふうに思うと思うんですね。 で一応その使い分けをお話ししておくと90度より上に手を上げるときには脇をストレッチするとやりやすくなります。これは肩甲骨が焦がしやすくなるのであの途中で肩引っかからなくなるんですね。そして顔よりも上に手を上げるときには背中が伸びてた方がやりやすいですで。これからご紹介する方法はどちらも同時にあの調整する方法です。 では、具体的なやり方をお話ししていきます。まず、このイラストのように四つん這いになります。目線は前で、膝は股関節の真下にあるのがポイントですね。で、この状態から、体を、上半身を前に伸ばしていきます。で、このイラストを見ていると、胸を下に押し付けているような感じになると思うんですけれども、上半身が前に伸びてくると、胸は自然と床に近づいてくるんですね。 でこの時のポイントは、お尻の位置は動かさないということです。そうすることでよく背中が伸びるようになります。でもう一個ポイントがあって、それは肘が伸びきらないということです。これ肘伸びきってしまうと肩の運動になってしまって肩が引っかかっちゃうんですね。なので肘が伸びきらない範囲で上半身を前に伸ばしていきます。でそこから肘の形を変えないように手首から肘の部分、前腕を 前後にスライドしていきます肘の形は伸びきらないまま前後にこうやってゴシゴシ床をこするような感じで動かしていくんですねそうすると背中と脇がこの動きによって伸びていきますなんか筋膜リリースみたいな感じで伸びていくんですよねでこの肘が伸びきらないまんまっていうのがそのちょっとよくわからないなっていう方はですね 片方の手をゴシゴシする感じにしてもう片方の手は肘が曲がった状態でこう手を押さえて行うことでこう脇が伸びる感じが分かりやすいと思いますちなみにこの方法は肩の動きを良くする時だけじゃなくて反り腰の改善とか前腿太ももの前側が硬い時のストレッチをしやすくする方法としても使えます これあの概要欄にあの関連動画載せておきますので、こっち気になるなって方はそちらもチェックしてみてください。続いて対策の2つ目は、膝裏を伸ばすということです。今回、手を上に上げようとした時に肩が引っかかってしまう。この問題の大元をたどっていくと、上半身が不安定であるということが挙げられます。で、上半身が不安定になってしまうのは、 手を上に向かって動かそうとしたときに骨盤も後傾してしまって太ももがずれちゃうのが問題なんですね。なので膝裏を伸ばしやすくすることによってこの太ももがずれちゃうのを防いであげると股関節がちゃんとその上半身をこう支えてくれるので上半身がぶれなくなる分だけ腕が上に上げやすくなります。なのでこれからその膝裏を伸ばすストレッチのやり方についてお話をしていきます。 では、具体的なやり方を解説していきます。この方法は、仰向けで行います。仰向けに寝た状態で、片方の足を持ち上げて、両腕で太ももの裏を押さえるようにします。でもう片方の足は、かかとを遠くに伸ばすようにしておきますで。この時のポイントなんですけれども、持ち上げる側の足は、 足首と膝を90度に曲げて行います。その方が股関節が動かしやすくなって動きスムーズなんですね。そして、押さえる箇所ですね。もも裏で押さえる箇所は、膝裏に近いところを持ちます。そうすることで、後で遠くにストレッチ、特に足を伸ばしてストレッチをかけたときに、膝裏に近いところがよく伸びるようになるんですね。この体勢が作れたら、上に上げた足を、 天井にに向かって遠くに伸ばします。この時のポイントはかかとを遠くに伸ばすようにするということですね。そうすることでアキレス腱やふくらはぎ膝裏もも裏が同時に伸びます。そして伸びた状態で深呼吸を1回2回してもう一度最初の体勢に戻ってからもう一度ストレッチをかけるっていうのを3セットぐらい行っていきます。 もし職場などで近くに寝ながらストレッチするようなスペースないよっていう場合は、椅子とか台を使っていただくとやりやすいかなと思います。でご相談いただいた方は多分立ち仕事なので、おそらくこっち側の方がやりやすいかなと思います。でやり方なんですけれども、椅子とか台をですね、体の前に置くんですね。で足を片方乗っけてで、太ももを持った状態で、かかとを遠くに伸ばします。 でポイントは、この時に椅子も移動してしまうんじゃなくて、椅子と自分の体の距離は同じような感じにしておくということですね。そうすることで、膝裏が伸ばしやすくなります。でさらに、効かせやすくするんだったら、押さえる位置をですね、同じもも裏でも膝裏に近いところとか、あるいはふくらはぎの膝裏に近いところ、こういったところを押さえた状態で、 足を遠くに伸ばしてあげると、膝裏のストレッチの効果が上がっていきます。でもし、ちょっとその体勢大変だなっていう場合は、アキレス腱を伸ばしながら手を上に伸ばすような動きも、あの、肩の動きを良くしていくっていう上では使えますので、ご自身がちょっとやりやすい形で試してみてください。では、まとめいきましょう。背中、脇、膝裏を伸ばして、肩の硬さを解消しよう。 とということで、今回は、いわゆる肩に炎症がない、あるいは肩に腫れがない状態なのに、手を前から上に上げようとすると、肩が引っかかってしまって、動きが途中で止まってしまう、この原因と対策についてお話をしてきました。今回問題だったのは、手を前から上に上げようとしたときにですね、その腕の動きにつられて、 骨盤も後傾してしまって、太ももが前に移動して、その結果、上半身が不安定になってしまったっていうのが問題だったんですね。脇が縮んでしまったり、背中が伸びない、まあ、猫背みたいな感じになっちゃって、手を上に上げ落とすと途中で引っかかってるっていう感じだったんですね。なので、簡単にできる解決策としては、膝が伸びたまま足を後ろに引くだけでも腕が上げやすくなります。 これ試していただくとやりやすいのわかると思うのでやってみてください。ただ、毎回手を上に上げるたびに足を後ろに引くわけにいかないよねっていうことで、その根本の問題であるそのところを解消するための対策も2つ紹介しました。1つは背中と脇を伸ばす方法です。脇が伸びることによって腕を90度でも上に上げやすくなりますし、背中が伸びることによって 手を顔よりりも上に上にげやすくなります。くなまそしてもう一つの対策は膝裏を伸ばすということです。今回の動きが硬くなってしまうこの連鎖を作っているのは太ももが前に移動してしまって上半身が不安定になっちゃうということだったんですね。でそのストッパー役になるのが膝裏になります。膝裏が伸びていることによって太ももが前に移動しづらくなるので上半身の不安定さ減るんですね。なのでそので今回の問題を起こす 原因をこう予防する役割で膝裏を伸ばすストレッチについても触れました。一応寝ながらできるやつと立ちながらできるやつと、あとはアキレス腱を伸ばしたまま足を持ち上げるというのを紹介しました。でどれもあの同じように肩に動かしやすくする上では使えますので、ご自身がやりやすいところから試してみてください。そして柔軟バレーストレッチの52ページから57ページには、 肩甲骨を動かしやすくする方法についても触れていますので本をお持ちの方はそちらもご参照くださいこちらの概要欄に関連動画と一緒に載せておきますので気になる方はそちらもチェックしてみてください以上参考になれば嬉しいですここまでご覧いただきありがとうございましたぜひ明日からのレッスンに活かしてもらえたら嬉しいですまたお会いしましょう